今回は長年重鎮として徳川家康に仕えてきた石川数正について解説するよ。 NHK の大河ドラマどうする家康では松重豊さんが演じている人だね。若い家康を支えて徳川家を守ってきたって印象が強い人だね。そうだね。本能寺の変で織田信長が倒れた後、1584年天正12年徳川家康と羽柴秀吉が激突する。小牧長久手の戦いが勃発する。そしてこの戦いが終了した直後に数正はなんと家康の元を離れ秀吉の元へ出奔してしまうんだ。で、何それ、家康を裏切って秀吉にくっついちゃったってこと？そうだ。今回は戦国最大の謎とも言われるこの数正出奔の真相を解説するよ。石川数正は1533年天文2年あるいは1534年天文3年な生まれ年とされ、正確には分かっていないが家康より8歳ないし9歳年上だ。石川家は代々徳川家康の生家である松平氏の家老を務めた家柄だ。そして1549年天文18年8歳の家康が今川家の人質となり駿府に送られた際には数正も随行し、以来家康が19歳になるまでの11年間近侍として仕えた。それじゃ子供の頃から一緒にいてよく知った間柄だったわけだね。1560年永禄3年桶狭間の戦いで今川義元が敗死すると、それまで今川氏に従属していた家康は独立へと動き出した。翌1561年永禄4年家康は織田信長との同盟を模索した。この時信長との交渉の使者として使わされたのが数正で、清洲同盟の締結に彼は寄与しているんだ。しかしこの時家康の嫡男信康と正室瀬名子と後の築山殿は義元の後を継いだ今川氏真のもとに人質として留め置かれたままだった。氏真は清洲同盟締結に怒り、家康に対して信康と瀬名を殺すと脅してきた。そこで数正はまず今川氏の重臣鵜殿長照が守る上の猛城を攻め、長照の二人の息子を捕らえた。そして氏真に鵜殿長照の二人の息子と信康と瀬名との人質交換を持ちかけ、無事二人を救出したのだった。家康はその野武との交渉があるたびに数正に全権を任せるようになった。大切な息子や妻を取り返してくれたんだもん、信頼して全てを任せるようになるよ。しかも数正は槍の名士として数々の武功も挙げているんだ。三河一向一揆では熱心な信者でありながら、数正は一向宗いわゆる浄土真宗を捨て浄土宗に改宗して家康につき一揆制圧に奮闘した。この頃家康は家臣団を東三河宗西三河宗旗本の3つの軍団に分ける三つ備えという軍勢を整えていた。旗本は旗本先手役と馬回り衆に分かれ、旗本先手役には本田忠勝榊原康政らがつき、数正は馬回り衆の筆頭を務めている。1569年永禄12年には数正は西三河衆の軍団を預かることになり、1570年元亀元年の姉川の戦い、1572年元亀3年の三方ヶ原の戦い、1575年天正3年の七篠の戦いなど多くの合戦に出陣し先鋒を務めることもたびたびで、数々の武功を挙げている。数正の運命が翻弄されるきっかけとなったのは1582年天正10年6月に勃発した本能寺の変だった。家康は信長亡き後に台頭してきた羽柴秀吉との外交交渉役として当然のごとく数正を指名した。秀吉との最初の面会は1583年天正11年5月のことだった。約1ヶ月前の4月、秀吉は静間岳の戦いで織田家の重臣柴田勝家を滅ぼした。家康としては秀吉のもとへ勝利を祝いに行かなくてはならない。とはいえ家康は気が進まない。そこで数正が家康の代わりに戦勝祝いとして大変由緒ある茶入れ初花片付きを持って秀吉のもとを訪れた。そしてこの席で秀吉は早くも数正に目をつけたと言われている。で、どうして？秀吉は家康の三河武士団が強力なのを承知していたので、できれば数正を味方に誘い徳川家を割りたいと考えたらしい。1584年
天正十二年三月、秀吉と織田信雄、徳川家康連合軍との小牧・長久手の戦いが勃発した。この時、石川数正は小牧山の本陣を守備。この戦いは、家康が留守にしている三河地方に攻め込もうとした池田恒興、森長吉らを逆に討ち取るなど、局所的には徳川軍が勝利したものの膠着状態に陥ってしまった。そこで石川数正は、その外交手腕の高さを買われて羽柴秀吉との和睦交渉を担当することになった。和睦交渉では秀吉はその条件として家康に息子を人質に出せと言ってきた。息子とはこの時すでに長男の松平信康は亡くなっていたから11歳になる次男の幼名お兄のことだ。お兄についてはなぜ家康に嫌われたおまんの方のその後で詳しく解説しているので、よろしかったらそちらもご覧いただけると幸いです。家中は全員大反対だ。小牧・長久手の戦いではこちらが勝った。それなのになぜこちらが人質を送らなければならないのだと。これに数正は周りから疑念の目で見られながらも、殿が5カ国の大名になったといっても秀吉は少なくとも19カ国を抑えている。ぶつかれば最終的には徳川家は潰される。ここは妥協すべきだ。お兄様は人質に出すのではない、養子に出すのだと家中が納得できる案を絞り出してなんとか事を収めたのだった。こうして秀吉と家康は和睦に至ったが、秀吉はさらに自らの野望を推し進めていったんだ。で、どんな？今度は家康を自分のもとに呼び寄せて臣下であることを承諾させ国中に知らしめようと画策した。家康が出てこなければ秀吉は今度こそ実力で家康を潰す気でいた。数正は秀吉への従属を指示したが、小牧長久手で局所的な勝利を得ていたこともあり、酒井忠次や本多忠勝たちは反対の立場を取り、家中は新秀吉派と反秀吉派に分かれてしまった。秀吉は従属の意思を示さない徳川家に対して征伐の準備を始めた。秀吉包囲網の一角であった薩摩成政や長宗我部元親を従属させており、すでに徳川家の孤立化に成功していた。それでも家康を含め徳川家は従属を決断できなかった。そりゃ家康にだって意地があるもんね。なんで秀吉に従わなければならないんだって思って当然だよね。でもこの状況を見た数正は秀吉の直参となる道を選んだんだ。で、どうして？1585年、天正13年の11月13日、52歳、あるいは53歳になっていた石川数正は突然家族と数百人の家来を連れて秀吉の元に走った。この石川数正の出奔は歴史家の間では今でも戦国時代最大の謎と言われているんだ。家康に大変信頼されていたから本当に謎だね。だから突如徳川家康の元から出奔し秀吉の家臣になった理由には諸説が存在するんだ。一つには人たらしと言われた豊臣秀吉に見せられ徳川家康を裏切ったという説。二つ目は秀吉の懐に飛び込んで秀吉方の内部情報を徳川家康に伝えるために出奔したという説。そして近年言われているのが徳川家の安泰を願ってなんとか戦を避けるためには自分が家康を裏切るしかないと判断したという説。きっと三番目の説だよ。石川数正の性格からしたらきっとそうに決まっているよ。真相は現在でも分かっていない。ただ秀吉が進めていた徳川征伐は1586年に起きた天正の大地震により取りやめとなった。大災害が起きて戦どころではなくなってしまったんだね。そうだね。それから家康は数正による情報漏洩を恐れ豊臣政権に従属する道を選んだんだ。だから結果的に天変地異と数正に助けられる形で徳川家安泰が図られたことになる。そのあたりのことがどうする家康でどのように描かれるか楽しみだね。単なる裏切り者じゃ数正がかわいそうだもの。その後秀吉の家臣として仕えた石川数正は河内の国で8万石を与えられ石川出雲の神義輝と改称した。1590年、天正18年、豊臣秀吉は小田原征伐で関東一円を支配していた北条氏を滅亡させると徳川家康に関東への国替えを命令した。同時に石川数正は信濃の国の松本へ10万石に加増違法となった。信濃の国での石川数正は松本城の築城と天
天守閣の造営、城下町の建設など政治基盤を整備するために尽力した。現在では国宝になっている松本城って石川数正が作ったんだ。知らなかったよ。没年については諸説あるが、1593年、文禄2年、享年61であったという説が有力だ。このシリーズでは日本の歴史に大きな影響を与えた出来事や人物について優しくわかりやすく伝えていきます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。